トーマス・ブラッド・ヒルマンは、アメリカ合衆国テキサス州、ポッター郡アマリロ出身の元プロ野球選手。宇藤右内。現在は、MLB のマイアミ・マーリンズで三塁コーチを務める。NPB の北海道日本ハムファイターズ、MLB のカンザスシティ・ロイヤルズ、久保の SKY バーンズで監督を務めた。2020年現在、日米間三カ国のプロ野球監督を歴任した。 唯一の人物である。メジャーリーガーのブレット・フィリップスは義理の息子にあたる。テキサス大学アーリントン校を卒業後、1985年にクリーブランド・インディアンスと契約してプロ入りする。マイナーリーグで3年間プレーしたものの、メジャーリーグに昇格することはなく、1987年に引退する。1988年よりインディアンスのスカウトとなり、 1990年からは、ニューヨークヤンキース参加のマイナーで11年間監督経験を積む。2002年、テキサスレンジャーズ育成部ディレクター兼フィールドコーディネーターに就任。翌2003年に、当時ヤンキースと業務提携をしていた、日本プロ野球の日本ハムファイターズの監督に就任した。日本ハムから監督オファーが来た際、 レンジャーズからも監督就任の誘いを受けていた。当初、MLB 球団の監督に興味を持っていたことや、ヒルマン自身がテキサス州出身ということから、レンジャーズの監督就任を希望していた。しかし、日本ハム側がヒルマンの監督就任を強く要請したことと、レンジャーズの監督にバックショーオルターが就任したことから、日本ハム監督就任を受け入れた。 就任1年目の2003年は5位。球団の北海道移転元年の2004年は、レギュラーシーズン3位の成績でチームを、プレーオフへ導いた。2005年は7月に、実母死去に伴い一時帰国。帰国中の間、白井和幸ヘッドコーチが、監督代行を務めた。チーム成績は5位であった。二千六年はチームを、レギュラーシーズン一位に導き、 10月12日にプレイオフを制し、25年ぶりにパシフィックリーグ制覇。10月26日に中日ドラゴンズとの日本シリーズを制し、ついに44年ぶりの日本一を達成。日本ハムファイターズとしては初の日本一となった。パシフィックリーグフラッグに引き続き、日本チャンピオンフラッグが初めて津軽海峡を越えた。第2回コナミカップ。 アジアシリーズ2006で、見事に2年連続で、日本勢による、アジアチャンピオンになる。プレイオフへ向けてのリーグ1位通過、プレイオフを制してのリーグ優勝、日本シリーズ優勝のそれぞれで毎回、信じられないを発し、この年の流行後対象トップ10に入った。2007年は球団へ強い要望を出して、同じ大学出身のデーブ・オーウェンを一軍コーチ補佐に、昌平。 5月19日から6月8日にかけてチーム新記録となる14連勝を達成した。これは外国人監督としての最高連勝記録であり、この間の交流戦12連勝もプロ野球記録となっている。9月8日、子供が多感な時期で父親としての責任を全うしたいという理由からシーズン中に退任を表明。 9月29日、球団史上初のリーグ V2 を達成。10月18日、クライマックスシリーズ優勝。翌10月19日、カンザスシティロイヤルズの監督として複数年契約が成立。日本ハム監督としては、同年の日本シリーズまで指揮を取るも、中日ドラゴンズに1勝4敗で敗れる。5試合の平均得点は1.4点と低打率に泣き。 特に第5戦では、山井大輔岩瀬人則のリレーで完全試合を喫している。第3戦では3番の稲葉、4番のセギノオールを、序盤で大差がついたため途中交代させたことが批判の要因になった。江夏豊か,からは、日ハムはまだ発展途上のチームと分析された。アメリカンリーグ中地区のロイヤルズは、2007年まで4年、連続再開と低迷を続けており、 ヒルマンにはチームの再建が託されていた。就任1年目の2008年、ロイヤルズは4位になり、5年ぶりに再開から脱出した。しかし、2009年はインディアンスと同率再開に終わった。2010年、スコット・ポドセドニックの加入で、背番号22を彼に譲り、日本ハムの監督時代につけていた88番に変更した。 レギュラーシーズンが始まるとチームは最下位に沈み、5月13日、ヒルマンは成績不振のため監督を解任された。後任には、モトミルウォーキーブルワーズ監督のネッド・ヨストが就任した。2010年11月22日に、ロサンゼルス・ドジャースのベンチコーチに就任。 2013年10月22日にドジャースのベンチコーチを解雇され、12月20日にヤンキースのスペシャルアシスタントに就任することを球団が発表した。2014年10月17日にヒューストンアストロズのベンチコーチに就任することが発表された。2016年10月27日、韓国プロ野球の SKY バーンズの監督就任が発表された。 SK 史上初の外国人監督となる。登録名は、背番号は日本ハムの監督時代と同じ88。SK の球団関係者によればヒルマンは上から目線が多い韓国人監督と違い、選手とコミュニケーションを積極的に取り、褒めて伸ばす手法で選手の能力を引き出したという。2017年は5位だった。 2018年レギュラーシーズン終了後、球団から再契約の打診を受けるが、家族の事情で帰国を希望したため SK は2018年に10月13日に、ヒルマンとライキの契約を結ばないことにした。レギュラーシーズンは2位で、ネクセンヒーローズとのプレイオフ、トサンベアーズとの韓国シリーズで勝利し8年ぶり4度目の優勝となった。優勝後監督を退任した。 11月15日に、新川名誉市民になった。2019年シーズンからは、マイアミマーリンズの一塁コーチに就任する。2020年シーズンからは三塁コーチに転任する。2003年から2005年までは、当時の NPB12 球団監督の中で、最年少であった。日本ハムの監督になって、初めて行ったことは、キャンプ地のロッカールームとブルペンの掃除。 本人曰く、監督の仕事は、選手たちに快適に野球をしてもらうこととのこと。ロイヤルズ監督初年度の2008年4月から5月に、チームは、地区2位を保ち、当時に取り入れたのが、日本で学んだ野球の習慣であるエンジンであった。ベンチでは、いつも片手にストップウォッチを持っている。温厚な性格で、割と、ポーカーフェースでもあり、 試合中はほとんど感情を表に出さない。しかし、お茶目な面もあるようで、日本ハム監督時代に、新庄強志らが、秘密戦隊、ゴレンジャーのかぶり物で、ベンチに座っていた時は、思わず、笑いを漏らしていた。また、自チームの投手が、打席に立った際に、三球三振ではなく一球余分な、ボール球を、相手投手に投げさせた時には手を叩いて、 大喜びしていた。2004年より日本ハムへ、新庄強志が移籍してきた際には、前年に所属チーム監督との確執が報じられていた、同選手を指導するにあたり、その確執について、独自に情報収集を行った上で、指導法を決めている。リーダーシップに関しては厳格である。日本ハム監督時代2006年9月24日の試合で、 監督批判の一件を起こした金村暁月に対し、この件で使いづらくなったとコメントし、即座にスタッフに命じて、ロッカールームから金村の所持品を撤去させている。ただ、ヒルマン自身は形式的以上に金村を責めることはせず、その後球団から出場停止への処分を受けた金村に対し、リーグ戦が終了した。 翌日の9月28日に、球団事務所から電話をかけ、あなたの休所がなければ、我々は、この位置にいられなかったと話した上で、日本シリーズへ進出した場合、金村のリベンジ当番を与えてほしいと球団にも、直訴するなど、選手への配慮や気配りの一面もある。広島東洋カープと東北楽天ゴールデンイーグルスで監督を務めたマーティブラウンとは、 マイナーリーグでの監督時代からの親友の間柄である。2006年のセパ交流戦では再会を喜び合った。テキサス州出身らしく趣味はカントリーソングのギター弾き語り。毎年ファン感謝デーにはギターと自慢の歌声をファンに披露している。内野手の稲田直とも歌がうまいことで有名で、二人で地元のイベントに呼ばれ歌声を披露することもある。 2004年のファン感謝デーには、球団マスコットの BBE のキーボード演奏で歌を披露した。また、クリスマスソング CD を自主制作し、ファン感謝デーの特設ブースで発売した。この CD の収益はすべてチャリティーに回された。好きな食べ物も地元テキサスの定番料理であるテクス、メクス料理。特にブリートが好きで、日本ではセブンイレブンのブリートを、 よく購入していた。2007年10月にはヒルマンがプロデュースするレストランでこれらの料理が振る舞われた。その反面、日本食はほとんど口にしない。学生時代に体操部に所属していた経験があり、2004年9月21日のホーム最終戦やファン感謝デーには、BB と一緒にバックテンを披露する。この時人体を損傷するも、ファンに それを気づかれることなく振る舞った。初来日の際、日本のプロ野球を勉強するために野球漫画、ドカベンを読んでいた。来日してから、この漫画に出てくる一部の選手がフィクションであることに気づく。来日後は、日本人の気質の勉強のためにとべ稲造の武士道を読んでいたという、熱心なプロテスタントのクリスチャン。2007年には、 キリスト教系の財団が展開しているパワーフォーリビングの日本版テレビコマーシャル及び雑誌新聞広告に出演した2007年の日本シリーズ開幕直前にロイヤルズで入団会見を行ったことについてはファンは元より中心選手の森本木明や稲葉厚敷からも批判の声が上がったほかヒルマンを評価していた野村克也や豊田康光からも 敵前逃亡に等しい行為と告表された。一時の帰国が、ロイヤルズの監督就任の口実だったことがわかると、チーム内にはしらけた空気が漂ったという。2010年12月に再来日、札幌グランドホテルでディナーショーをし、ゲストの稲葉敦敷、金子誠など選手と休校を温めたほか、北海道大内で講演会を催した。 2018年11月、韓国 SK 監督を退任し、帰国途中に再来日。旭川と札幌でトークショーに出演。その際、父がアルツハイマー病を患い看護しなければならず、帰国することになった。再びファイターズの監督をやりたい気持ちはあるが、しばらくは難しいと語っていた。ありがとうございます。